今回、なんとシルエットサーバントがまた新しく追加されましたということで、画像オープン。はい。まあ、ここに関してね、まだ、ちょっと画質荒いんでそこ申し訳ないって感じなんだけど、ここの、なんか、キュルルンみたいな髪の毛、なんかあったなぁ、って皆さん思いませんでしたか？はい。これ、まさかの、水着 BB、かっこ、ドバイという感じです。確か、水着 BB のシルエットに関して出てたと思うんだけど、見てもらったらすごいわかる。ここ。ほらほら、みんなめちゃくちゃわかりやすい。この、髪の毛の、キュルルン感。いやー。予想できねえよーっていう感じ。マジで。もう完全一致なんだよね。めちゃくちゃわかりやすい一致なんだよね。で、髪の毛とかもさ、なんかすっげえ似てるんだよね。うん。もうさすがにっていう感じ。もうこれで逆にシルエットサーバントじゃなかったら誰やねんっていうぐらいに、ちゃんとシルエットサーバントしてたんで、まあ、ついに、残り3体と言われていましたが、1体が埋まったということで残り2体となります。まあ、そう考えるとあれだよな、びっくりなんだよね。その水着サーバントって、まあまあ この子を水着として扱っていいのかが分かんないんだけど、まあ、ただ実質水着じゃんってなった時に、水着キャラクターがなんでシルエットに入ってんだよっていうツッコミがあったから、本当にそこはねマジびっくりした。え？っていう感じになった。まあもちろんね、その今までは水着サーバントがいませんでしたっていう話だったんだけど、まさかのまさかのびっくりだよねっていう感じ。え？第二シエル？第二ガシエル？そんなわけある、あるわけないじゃないですか。なんかぽいんだよな、そう言われると。そうみんなが言うとそれっぽく見えるんだけど、いやさすがにじゃない、さすがにでしょみんな。俺ツイッターで話題になってたのはこの子だけだったから、さすがにないと思うけどな。どうなんだろう、ちょっと一回見てみるか。確認の儀式いきましょう。シエルパイセン、けどシエルパイセンな感じじゃないけどな、どうなんだろう。確かここにいたよな、あ、いた、この足か。んー、これでしょう、2でしょう、2でしょう。あー、2の画質が荒いから分からんっちゃ分からんけど、なんか、うーん、あ、なんかいや、どうなんだ、うほん、第一ではない、なんか向き違うくない、なんか違う気がするな、正直。俺はちゃうと思うね。これは違う感じがするけど、まあ、もしかしたら、なんかシルエットをちゃんと当てはめてみると、実はそうでしたっていう可能性はあるとは思うんだけど、いや、多分違うんじゃないかな。感覚ね。ちょっとちゃう気がする。で、どうなんだろう。まあ、兄さんがワンチャン水着のキャラクターっていうのはね、十分にあるよ。うん、十分にあるんだけど、まあただ多分ね、予想ね、あくまで予想なんだけど、いたとしてもあと1体だと思う。この BB 入れてあと1体水着だけって感じかな。で残り1体に関してはイベントで残すんじゃねえかなーって俺は思ってるんだけど、どうなんだろうなーっていう。まあ、シルエットサーバントを正直夏で全消費するかって言われると、やんないと思うんだよね。一体ぐらいは残しそうだなーっていう感じがするから、多分ちゃう気がする。で、一応そうだね。このシルエットに出てるキャラクターって、基本、その第一サイリンのキャラクターがポンって出てくるから、まあ、正直どうなんだろうなーっていう感じはする。いやけど、まだあると思うけどなー。あと1体ぐらいはいそうな気がする。まあ2か3どっちかが
まあ、てかそうか、1に消えてるから2か3のどっちかなんだけど、まあワンチャン総称追加、総称3の追加組、どうせこの後また新しいピックアップが来るとは思うんだけど、まあそこの追加組のどっちかが入りますっていう可能性は十分にあるやろな、正直。まあそういった意味では、いろいろな意味で気になるけど、今年ハロウィン来るの？ハロウィンは多分来ないよ、今年も。だってハロウィンぐらいまでこのイベント続くやん、実質。いやだから多分ないんだよなっていう、そういうのもあるんだよね。まあそこら辺に関しては割とまあ楽しみに待っとくっていうのでいいんじゃない？なんか好きに妄想すりゃいい気はする。クリスマスはさすがにあるでしょう。うん、どちらかっていうとあれじゃね、あのボックスイベントがどのタイミングに来るんだろう、はてなっていうのが結構あるね。で、そう、一応ね、あのイベントに関してのちょっとお話しするんだけど、この水着イベントの間、あとは、総称3の間に一応イベントやりますよ的なことは言ってるんだよね、一応。ただ運営からすると多分イベントを全力で遊んでほしくないと思うのよ。だって総称の方がメインなんだからみたいな感じで、ある程度調整されたイベントが来そうだなーって思った時に来るのなんだろうってなったら、聖杯戦線とか可能性でありそうだなーって思うし、まあそれ以外だとなんだろうなー、まあけどボックスイベントの時期なんだよね、10月に関しては。って考えたら、まあ素直に2週間ボックスで頑張って戦力増強して総称3いけっていう扱いをする可能性も十分にあったりするから、ちょっとそこは楽しみかなって感じ。まあ阿鼻共感結構いろいろな人がするんかなとは思うけど、どうなんだろうなって思いつつ、そうだね、よくよく考えたらグダグダとクリスマスボックスイベントがあと残ってんのか、怖っ。で、あ、そう、俺はね思ってるのが、あの合間にやるイベントは新規キャラいないと思う、俺は。だからボックスは多分復刻形式になって、ネロ祭り第4回みたいな感じでネロだけが復刻するよとか、復刻シリーズ来るよみたいな感じで、新キャラクターをバン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 出していきますっていうよりも、あれ復刻して、まあある程度育成とかもできるイベントとか、まあ本当にボックスイベント2週間でやるっていう可能性は十分にありそうだなって思うし、あ、モルガン祭りとかもワンチャンあるかもね、運営のことだから。え、みんな2部総称大変でしょ、総称3大変でしょ、モルガン引かんかねーっつって引いていくっていう可能性もあるから、ちょっとそこに関しては楽しみだなーって感じ。そう考えるとすげーいいなー、すげーいいなーって思うけど、まあ何日まであるんやっけ、10月31日まで総称3あるってことは、実質2ヶ月以上、まあ、このイベントを楽しむっていう感じになるから、いろんな意味で複雑だな。まあもちろん総称とか楽しめる方が嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、まあ総称は配信しちゃいけねえしな。で、あ、先に言っとくんですけど、総称のタイミングに関しては多分配信ちょっと3日間ぐらいお休みすると思う。で、理由としてめっちゃ単純で、総称3をクリアするのに尽力を尽くしたいからっていう、ただただそれだけです。はい。まあ、ただ水着のあの BB とか、まあ、新キャラとかそこら辺の情報は出していきたいなーって俺は思ってるから、まあ、ストーリーとかの配信はないけど動画はいつも通り上がるかもみたいな感じで思ってもらえたらいいかな。いや、そうよ、マジで。だってさ、ピックアップやばいでしょ、よくよく考えて。だっておかしいって、10月2日まであるのやばいよおかしいじゃん、こっち水着入れ式がら8月18日、あー、あと3日後か、そっかそっかそっか。え、水着イベントは10月2日、長みたいな。だってぶっちゃけこれ引いてるだけでさ、ワンチャンニキチッチとか当たる可能性十分にあるからな。割とそういった意味では本当になんか大ボリュームだなーって思うし、そう、サクッとクリアしてその感想配信するっていうのもありだから、まあちょっとそこら辺はね、まあ楽しみに待っとこうねっていうので。いや、総称レイドあったら配信できない、いや、そこはあの気合をストーリーに関係ないからっていう理由で押し通るしかねえ。そう、ほぼ2ヶ月のピックアップ
皆さんゆっくりやってください。ゆっくり進めてください。ゆっくりガチャを引いてください。このガチャあと2ヶ月あります。まだまだ1日1回召喚で来る可能性あるし、あの吟味する時間っていうのはいっぱいあるんで、行き急いでねシエルを引かんでええ、正直宝具5にしてって思うんだったら速攻やっていいとは思うんだけど、そういう気持ちがないんだったらゆっくりやっていけばいい。本当にぶっちゃけシエル宝具重ねる必要あるかって言われるとまだわかんないから、この後のもしかしたらドバイの BB がやべえみたいな感じになる可能性もあるし、ゆっくり行けばいい、ゆっくりね。でまあシエルに関しては、まあ結局のところあの宝具に関してはまああげたかったらあげればいいって感じかな。まあそんな感じよ。